レヒノエルナンデス・マルティンは、スペインセウタ出身のスノーボード選手。1991年7月25日、アフリカ大陸にある、スペイン領土のセウタに生まれた。2010年には、カナダのバンクーバーで開催された2010年、バンクーバーオリンピックに出場し、スノーボードクロスで31位となった。2011年3月29日には、 イタリアロンバルデア州のバルマレンコで開催された FIS 世界ジュニア選手権においてスノーボードクロスで金メダルを獲得した。2014年2月にはロシアのソチで開催された2014年ソチオリンピックに出場しスノーボードクロスで21位となった。2014年3月15日にはスペインのラモリーナで開催されたワールドカップにて初めて同大会で 表彰台に登った。2018年2月には韓国のピョンチャンで開催された2018年ピョンチャンオリンピックに出場し、スノーボードクロスで銅メダルを獲得した。冬季オリンピックのスノーボード競技でメダルを獲得した初のスペイン人選手である。スペイン人選手が冬季オリンピックでメダルを獲得するのは1992年。 アルベールビルオリンピックのブランカ・フェルナンデス・オチョは以来のことであり、男子選手としては1972年、札幌オリンピックのフランシスコ・フェルナンデス・オチョは以来のことだった。ありがとうございます。